感じに、はい、します。今日本当にしっかり連携してワンツー決めて、また決勝でというのも楽しみですね。そうですね、楽しみですね、まあ、今日も楽しかったですけど、まあ、責任ある位置なんで、しっかりプレッシャー感じて、牛山さんが叩いた後にこのススッと言ってたのが、今日なんか、まあ、昨日もですけど、反応が良かったですね、やっぱり。その強いプラスその攻めどころというか、スタイルは今回非常に良さげな感じですね。調子も問題なさそうだし、レース感的にも体が反応してる感じですね。頼もしいですね、はい、小倉さんが後ろから出て、岩瀬さんが余裕があるようだったので、まあ力入れても進まないんで、ケチより申し合わせいたします。まあ、見えただけです。ただいまの時間をもちまして、うん、その前列の決定終了いたしました。補欠からの繰り上がりで、ね、2人ね。あ、そうか。決勝終了で終了いたしました。そして福谷の番手法っていうのは、流れは最高です。まあでも明日は勝負なんで。ああ。流れは最高です。まあでも明日は勝負なんで。ああ。